の安住紳一郎アナウンサーがパーソナリティを務める TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国日曜午前10時の6日生放送中、喉の不調で途中退席した。冒頭から生出演したが、声が枯れていた。アジューアナはガラガラ声で、朝起きた。ラ声がガラガラになっていまして。お聞き苦しく、申し訳ないというその一言ですと挨拶した。生放送中に検温し、36度3分であることを確認。ただ、2時間の生っぱなし、そうきつそうですね。大至急、ピンチヒッターできる人、来てください。誰かいるかな?と呼びかけた後、退席した。番組はそのままアシスタントで、フリーの中澤由美子アナの進行で進められ、アンジューアナが途中退席した代わりに、同番組のヘビーリスナーで、出演経験のある画家の永山優子氏が急遽生出演した。永山氏は生放送終了後、X、Twitter に、本当に役立たずで申し訳ございませんでした。お聞き苦しくてごめんなさいと投稿。両手を顔の前で合わせてごめんなさいする自身の写真を添えた。ネットユーザーからは駆けつけてくださりありがとうございました楽しい放送でしたなどとねぎらわれた。番組の X は今日も最後までお聞きいただき、ありがとうございました久し、山優子さんナイスピンチヒッターありがとうございましたと感謝した。